はい、こんにちは。こちらは筑波大学のアラン・ヤ・クラウスです。で、ここはプログラミングチャレンジっていう科目。第1週目の、イントロダクションビデオです。よろしくお願いします。今日は、まずその授業の紹介をしたいと思います。まあ、この授業が他の今まで皆さんが、通った授業と違って、まあ、ちょっと変わった授業ですね。演習と授業の間にある科目です。今日のビデオはこの6点について、説明します。まあ、授業の際の概要と、プログラミングチャレンジって何ですかって簡単に説明して、で、その説明、の理解を、含めるために、あとその簡単な例をやりましょう。その後はこの授業の計画と、で、あとはなんかその、まあ、教員の紹介としたいと思います。じゃあ、この授業ってどんな授業ですか？まあ、基本的に、あとメインアイディアが、あと、まあ、皆さんも、いくつか、今までいくつかのアルゴリズムとかデータ構図とか勉強した方があると思いますが、この授業の違うところが、勉強するだけではなく、このアルゴリズム、データ構図を、練習する。たくさんのプログラムを書いて、今まで勉強したアルゴリズムを実際に、試してみて、まあ、そのアルゴリズムの理論と実際に使ってみると、どこが違うとか、どこが難しいとか。まあ、あと、プログラムを実装するときにいろいろな、なんか、困ってるポイントが出てくると思いますので、これは、プラクティスですね。この授業の主なところです。で、そのプラクティスを、できるために、このプログラミングチャレンジを使います。プログラミングチャレンジっていうか、まあ、後で説明しますが、簡単に言うと、プログラムを組んで、で、そのプログラムで簡単なパズルを解く。ですね。あと、そのパズルを解くために、まあ、そのパズルの文章を読んで、あ、この問題を解くために、このアルゴリズムが必要。この問題を解くために、このデータ構造が必要。ですね。ですので、まあ、アルゴリズムとデータ構造を選んで、で、選ぶだけじゃなくて、まあ、実装して、で、実装した後に、まあ、プログラムを実際に実行して、そのパズルを解けるかどうかを試してみる。ですね。はい。まあ、なんでこの授業が重要なのかというと、まあ、普通のアルゴリズムの授業とか、普通のデータ構造の授業だと、まあ、相当アルゴリズムを実装してくださいとかもよくあるんです。なんか、幅より探索のグラフ探索を実装してくださいとか。で、それを見ると、まあ、データは一つだけのデータで、あと固定のデータですね。まあ、それとちょっと違って、実際にその幅広く探索じゃなくて、このマッチの、A、なんかその A 点から B 点まで行くと、その A 点と B 点いくつか違うところがあって、そのマッチのデータの読み込みとか、そしてデータのデータ構造の入ることとか、それぞれの細かいところには、そのただのアルゴリズム授業と違って、その細かいところを実装するのは、まあ、難しいことがなりますので、それをなんかこの授業で試してみて。実際に皆さんがあと4年生になって、研究を、なんか卒業研究をやる、研究をやるときに、まあ、社会人になって会社に行って実際にプログラムを組むときに、その、ただアルゴリズムだけを組むじゃなくて、何かの問題を解くためにアルゴリズムを組むことがありますので、そのためにこの授業がいい練習になるんではないかと思います。で、主にこの授業で、見るところが、まあ、データ構造。つまり、問題のデータを読むために、そのデータはどの形でプログラムの中に保存するのかを考えないといけないですね。あと、特別なケース。ここが、よくこの授業で、あるんですけど、問題を読んで、なんかそれぞれの問題にサンプルのデータセットがあるんですが、そのサンプルのデータセットに入ってないケースもあります。ですね。それは、まあ、ワーストケース、最悪の場合
最悪のケースですね。その最悪のケースをちゃんと予測して、なんかそれを見込んで、その最悪のケースでも、扱えるプログラムを組むのは、まあ、この重要のもう一つのチャレンジです。あと、その大型のインプット。まあ、アルゴリズム上行でよく見るのは、まあ、このアルゴリズムが O of N とか、O of N2 乗とか、O of N3 乗とか、まあ、そのアルゴリズムの複雑さ、計算コスト、計算量を見るんですが、まあ、この授業はそれは実際に、やります。何かというと、プログラムを組むだけじゃなくて、3秒以内、走ることができるプログラムを組まないといけない。例えばですね。で、その3秒以内、そのデータのサイズを見て、そのデータのサイズ、このデータのサイズとこのアルゴリズムで3秒以内走れるかどうか。それも考えないといけない。ですので、まあ、その、なんか、大量のデータに対して、どのアルゴリズムがこの時間以内で走るのか。それも、まあ、この授業の、あと、練習したいところです。まあ、最後は、デバッグですね。まあ、最悪の場合ですと、なんか、その最悪の場合、どうやって見つかるのか。問題、アルゴリズムの中に問題があるときに、その問題をどういうふうにデバッグするのか。それもなんかこちらで、この授業で何回いくつかの問題を解きながら、その問題をバグ発生するときに、まあ自分でデバグして、デバグ方法をいくつかを身につけてほしいと思います。で、この授業の特徴なんですけど、まあ、たくさんのプログラミング課題があります。毎週、プログラミング課題 8回。があって、まあ、皆さんもそれを書いて、で、そのプログラミング課題を評価するのは、まあ、もちろん教員も見るんですけど、主な評価が、その、アウトメイテッドジャッジ、自動ジャッジということですね。自動ジャッジって何ですかというと、まあ、ウェブサイトですね。そのウェブサイトで、まあ、あなたが書いたコードを、なんかそのウェブサイトに送って、そのウェブサイトがそのジャッジをそのコードをコンパイルして実行してで、そのプログラムの出力とジャッジが期待している出力を比較する。同じであれば、じゃあこのプログラムが OK です。まあ間違ければ、まあこのプログラムが間違っている。それは自動的に行いますので、まああなたはプログラミングを書きながら、デバッグしながら、テストすることができます。まあ、実はこれは結構あります。なんか日本で結構有名なのは、アットコーダーと、アイズオンラインジャッジ。あと、海外で有名なのは、なんか、トップコーダー。あと、UVA オンラインジャッジ。まあ、その名前を聞いたことある人もいると思いますので、まあ、そのアットコーダーとか、まあ、UVA とかの問題を活用しながら、アルゴリズムの実装を勉強しましょう。ですね。まあ、さっき言った通りに、自動ジャッジでコードは何回も提出することができます。ですが、その、送ったデータに対して、なんかそのデバッグ情報がないんですよね。プログラムが合ってるかどうかだけの返事が来ます。ですので、そのデバッグをすべきなのは、まあ、あなたです。ですね。私たちはこの授業の中でいくつかの、デバッグ方法についてを、まあ、話す予定ですが、ジャッジはなんかそれに対してこのプログラムを間違ってる、それともこのプログラムは合ってるだけ の返事しか来ない。ですね。まあ、あと、この一つの、アウトメイテッドジャッジの使うところの利点なんですが、このコースの成績が自動的にすぐ出ます。ですので、なんかまあ、この成績っていうサイトがあって、まあ、あとモニターっていうサイトがあって、そのサイトで見ると、まあ自分はどれぐらいこのコースがコンプリートしたのか、自分が管理できて、で、自分でなんかそのコントロール、エフォートのコントロールができますので、それはまあ、とても便利なところです。簡単に言うと、毎週、まあ、それぞれ、まあ、毎週で8回、8つの、プログラミング課題があります。で、このコースを、合格するために、まあ、C で
評価 C で合格するためには、毎週、2課題を完成しなければなりません。ですね。まあ、その8課題の中で、まあ、簡単なところもありますし、中級のところもありますし、それで上級の課題も入ってますので、その中で自分の、知識に合わせる課題を選んで、それをやって、で、まあ、毎週2つぐらいやれば、まあ、C になって、毎週すべてをやれば、まあ、必ず A プラスになることっていう感じのコースになります。では、この授業の、まあ、履修助勤というより、なんか、この授業の学生に何を、私は何を期待してるのかをちょっと説明します。まず、この授業は前も言いましたんですけど、この授業はプログラミング課題が多いですので、この授業を取っている方は、まあ、基本的に C++ または Java のプログラミングを、理解することです。で、その授業の終了条件として、毎週2から4の、プログラミング課題を完成する、コンプリートすることです。あと、まあ、アトコードとかに慣れてる方には、この授業のプログラミング課題が、まあ、アトコードの大体300から500点の難しさの課題となります。まあ、簡単で200点ぐらいもあるんですけど、まあ、これぐらいの難しさの課題ですね、毎週。過去、まあ、昨年とか、まあ、前の何回もこの課題をやって、この授業をやってるんですが、他の学生が、まあ、大体週4時間ぐらい、ここを、なんかこの授業の宿題に時間をかけてますので、まあ、皆さん他の授業の、まあ、負担を考えて、この課題を受けるかどうかを、決めてください。特に、1週間目とか2週間目の課題は割と簡単で、まあ、どんどん難しくなっていきます。ですので、まあ、この4時間の中で、まあ、プログラミングのデバッグの時間とか、コードの改良とかの時間とかも含んでいます。あと、この授業が、期末試験はないんですよね。この授業の成績は課題だけで決めます。ですので、まあ、皆さんができるだけ早めに課題をコンプリートすると、期末試験の時期はまあみんな忙しいと思いますので、まあ、これはもう課題を全部コンプリートしたら、まあ、期末試験は、なんか期末試験がある授業だけで、集中することがもうできます。はい。まあ、では、プログラミングチャレンジで初めて聞いてる人が多いと思いますので、それについてもう少し細かく説明しましょう。じゃあ、プログラミングチャレンジって何ですか？プログラミングチャレンジとは、まあ、ある課題でその問題を解くために、プログラムを書く。このプログラムを書いて、この問題の答えが出ます。まあ、一つの考え方は、プログラミングパズルっていう考え方です。例えば、簡単な例を考えると。なんかその、踊り、社交ダンスの授業を、時間調整をやっています。で、友達から、その、できる時間とできない時間を集めます。例えば、ある友達は、金曜日の2時から4時までしか、授業はできない。で、それはデータの形ですね。なんか友達はみんな、メールで、その、できる時間が多くて、で、あなたはその全ての友達のメールでなんか並べて、このできる時間を並べます。友達 A が金曜日4時から6時まで。友達 B が木曜日朝9時から10時まで。で、そのデータを持って、その授業の予約を、の提案を作ります。ですね。だけど、条件としてできるだけ、友達が多いところいくつかを作って、すべての友達に、時間を決める。それで、もう一つの条件が、まあ、社交ダンスですので、ペアを組むことも必要ですね。例えば、4つの友達で、1つの時間が1人、もう1つの時間が3人。これは、まあ、ペアを組んでないから、その時間はダメということです。ですので、まあ、そういうふうな、友達のできる時間から、その予約の時間を
計算するプログラムを書く必要があります。まあ、そういうふうな、こういうふうな問題、こういうふうな問題がよくなんかそのプログラミングチャレンジのらしいのです。ほとんどのプログラミングチャレンジが、まあ何かのこういうふうなストーリーがついてます。ですね。あと、もう一つの特徴が、最大のラーニングタイム。つまり、このプログラムが、3秒以内、1秒以内で実行しないといけない。ですので、データが多い場合ですと、プログラムが正しいプログラムを書くは、足りなくて、正しくて、時間内に実行できるプログラムを書く必要です。そのために、効率のいいアルゴリズムを、選んで実装することが必要。あと、まあ、たまに、そのトリッキーなインプットがあります。ですね。それは、まあ、次の例でわかると思います。あと、まあ、これは重要なところなんですけど、プログラミングチャレンジのプログラムは、ほとんどは短いんですよね。なんか考えるのは、正しいアルゴリズムを見つかるために、見つかるには時間がかかりますけど、正しいアルゴリズムを見つければ、正しいデータ構造を見つかれば、実際にプログラムを組むときに、まあ、200行以内で済むことが多いです。どこがプログラミングチャレンジが現れるんですね。最初は、まあ、そういうふうな情報科学の大学とか、授業とかの間の、まあ、競技プログラミングとしてが始めましたですね。1980年代でアメリカで結構大学の間にどの大学がプログラミング、どの大学の学生のがプログラミングが強いなのかを知るためにそのプログラミングチャレンジを作り始めました。まあ、一番有名なのは、まあ、この ICPC、International Collegiate Programming Challenge、国際大学競技プログラミング大会っていうアイディアです。あとは、ま、最近 IOI、JOI、情報科学オリンピックですね。これも、ま、その時代で始めたプログラミングチャレンジです。でも、なんか2000年ぐらいで、インターネットが広がった次第、まあ、たくさんの人は、ま、このプログラミングチャレンジで、その大学の競争、あと競技だけじゃなくて、自分の勉強のためにも使い始めましたですね。そのオンラインベースのオートメイテッドジャッジがどんどん増やして、みんなはそのウェブサイトを使って自分のプログラミングスキルをなんか改良するために使っています。まあ、それはまあ、結構有名なサイトの中では、まあ、トップコーダとかハカハンクとかアットコーダとか、まあ、あります。で、最近、まあ、この最近ってもう10年前のことなんですけど、いくつかの、IT の企業が、そのプログラミング、面接の中にプログラミングチャレンジを使っている企業が増えてきました。まあ、特に有名なのは Google とか Facebook ですよね。なんか YouTube で探すと、なんかその Google の面接のプログラミングチャレンジの解説のビデオがいくつかあると思いますので、でも Google、Facebook だけではなく、最近、まあ、国内の会社も、小さいな会社でも、そういうふうな、プログラミングチャレンジで、その、会社に、なんていう、就職したい人のプログラミング能力を、測っています。ですね。特になんかその面接のためのプログラミングチャレンジを作る会社も最近が始めたっていうことがしていて、まあ、面白いなと思いました。ですのでプログラミングチャレンジが、まあ、いくつかのところが出ますので、きっと皆さんもプログラミングチャレンジを使いながら自分のプログラミング能力を上げてほしいですね。はい、じゃあ具体的なプログラミングチャレンジの例を見ましょう。これは、3N プラス1問題です。この 3N プラス1問題は、なんかこの科目の一番最初のプログラミングチャレンジですので、まあこれはこの科目の、プログラミング課題の一番です。それを見ましょう。この右で、この右で見るところが、実際にオンラインジャッジのウェブサイトで出るテキストです。まあ、見てる通りに、
ここがいくつかのセクションがあって、なんかその話で、インプットのセクションとアウトプットのセクションと、それでサンプル、例のインプットと例のアウトプットです。で、まあ、この問題の解き方を見ましょう。まず、このなんか問題の説明を読んで、だいたい、この左のテキストに、左の文に、まとまっています。まあ、この問題の目的が、このアルゴリズム、1234のこのアルゴリズムの中に、一番長く走るインプットを計算することです。例えば、1から10まで、まずこのアルゴリズムで見ましょう。このアルゴリズムが1、if n equal 1、then stop。2が、if n が奇数で、n が equal n かける3プラス1。3、n が奇数ではなければ、n は equal n 割2。4、1に戻る。例えば、このアルゴリズムが1から4を走りましょう。1は n が1ですので、ストップですね。2は n が偶数ですので、2イコール2割2。ですので、1に戻って、で、1はストップになります。3、3は奇数ですので、n イコール 3n プラス1。ですので、3から10に行きます。次は10が偶数ですので、n イコール n 割2。10から 5になります。5は奇数になりますので、3n プラス1。ですので、16になります。16が8になって、8が4になって、4が2になって、2が1になって、1で終わり。で、4が4、2、1で終わり。で、1から4まで走ると、どれが長いんですね。n が1の場合だと、サイクルのサイズが1。n が2の場合だと、サイクルのサイズが2。3が、n が3の場合だと、サイクルのサイズが1、2、3、4、5、6、7、8。で、n が4の場合だと、サイクルのサイズが3。ですので、1から4で、このアルゴリズムを走るのと、一番長いサイクルが、まあ、マキシムサイクル電数が8です。ですので、なんか、i から j の間に、サイクル電数が一番長いことを計算してくださいっていう問題です。あまりこれは難しくなさそうですよね。じゃあ、このプログラムの例を見ましょう。これはまあ C++ のプログラムの例で、まあ、include とかをちょっと抜けて、コードだけの部分を見ましょう。見るとおりに、まあ、これは、まず min と max が、これは固定で書きましたんですけど、実際にプログラミングチャレンジを解くときに、これはスタンダードインプットから読めます。それは後で言いましょうですね。で、マックスムサイクル。最初はマックスムサイクルは0ですね。じゃあ、ミンからマックスの間にループして、で、そのループの中でサイクルのサイズを計算します。ですね。n が1はなけ、サイクルは最初は1で、n が1ではなければ、まあ、偶数と奇数のシミュレーションをして、サイクルを足します。1になったら、この while から出して、で、このサイクル電数が今までのマックスサイクルより大きければ、マックスサイクルをアップデートします。最後に、i と j を出力して、で、マックスムサイズの出力も書きます。まあ、似てる通りに、プログラミングチャレンジを取るには、まあ、これは、20行以内のプログラムが書けました。ただし、この、このプログラムには問題があります。これは何の問題かというと、まず、プログラムの説明を見ると、このサンプルインプットとサンプルアウトプットを見ましょう。サンプルインプットとサンプルアウトプットが、インプットとアウトプットがいくつかのケースが入ることができます。で、例えば、1から4じゃなくて、1から10のインプットの場合、1から10のインプットの場合が、前も1、1エンド、2、2、1エンド、7、7、22、11、34、17、52、26、13、40、20、10とかですね。で、9の場合を見てください。
9が9から28、28から14、14から7、で7から前も7と計算したものと全く同じですよね。ですので、7で計算しているところと、7で計算しているところと、9の計算の中に入っています。同じものを2回繰り返しています。これは1から10だけなんですけど、1から10じゃなくて1から100、1から200、1から300。何回同じことを計算しているをでしょうですね。このプログラムですと、この単純なプログラムですと、同じ計算は何回何回何回も繰り返して、無駄な時間をかかります。これは改良できるのか。改良方法の一つが、ミモイゼーションっていう、というアイディアです。ミモイゼーションとは、とても簡単なアイディアです。計算するときに、その計算の結果はメモリに保存します。ミモが、まあ、英語のメモリですので、その計算の結果を保存します。で、その計算をもう一度するときに、計算をする前に、まずメモリに保存しているかどうかを確認する。このミモイゼーションのテクニックが、その複数の仕事を避けるためにとても重要なテクニックです。このコースでは、まあ、ミモのようないくつか の時間が削減するために、いくつかのテクニックを調べます。で、そのテクニックは実際にプログラミングチャレンジで活用します。まあ、どんなテクニックか見るとかというと、これはこのコースの、授業の流れです。今日は1ですね。1はアドホック問題です。まあ、これは、あと、全般的なヒントとかですね。だから、どの問題でも使えるヒントの授業です。2はデータ構造についてですね。3が探索問題。4が動的なプログラミング。5と6がグラフ問題。5はグラフのデータ構造で、6はグラフ探索とフローの問題。7が文字列の問題。8は、数学問題。9は幾何問題。で、10が、まあ、1から9がそれぞれ一つずつのテーマで勉強しますが、10がいくつかのテーマを混ぜている問題の扱いします。で、この授業の形ですね。毎週、まず、その授業の内容の PDF を学ばで公開して、で、その PDF と一緒に、まあ、このようないくつかのビデオを、作ります。このビデオが、まあ、20分から30分、まあ、今もなんか30分ぐらいになってますので、それぞれのテーマに細かく分けていくつかのビデオを作ります。まあ、この授業が、なんていう、その、ビデオ会議で、なんか、オンラインでやるではなく、まあ、皆さん自分のペースでビデオを見ながら、資料を読んで、プログラムをしながら、まあ、みんなマイペースで、家で、その、授業ができるようにしています。で、そのプログラミング課題を、まあ、その、onlinejudge.org っていうウェブサイトで、提出します。あと、まあ、最初にも言いましたが、この授業の評価は、期末試験はない。その代わりに、毎週、プログラミング課題があります。まあ、皆さんは毎週、少なくとも、2課題を、2プログラムを提出しないといけないなんですが、まあ、たくさんプログラムを提出すれば、たくさん提出するほど、成績が上がります。まあ、この授業の仕組みについては、次のビデオでもう少し細かく説明します。じゃあ、最後にちょっと、自己紹介ですね。まあ、僕は、アレニア・クラウスっていう名前で、2012年から、筑波大学の状況です。国籍はブラジルです。で、研究テーマとしては、まあ、進化計算と人工生命。特になんか進化計算を使って、どういうふうな
人工生命を作り出せるのか。その中では、まあ、ソフトウェアのロボットの作り方とか、あとプログラムの自動生成とか、ゲームの中のコンテンツの自動生成とか、まあ、つまり進化で自動生成のいくつかの勉強をしています。まあ、それについて皆さん興味がありましたら、ぜひお話ししましょう。で、ホービーズでは、まあ、プログラミング、特に、まあ、ゲームを作るプログラミングと、まあ、あと、なんか人工衛星とか、アストロノミーとかについて聞いてあります。で、大学のウェブページが下になんかそのリンクが貼ってありますので、まあ、研究についてとか、その他の科目についてとか、もっと知りたい人は、まあ、ぜひ見てください。では、最後に、少し ICPC についてあと話したいと思います。授業の最初に、まあ、ICPC が大学と大学の間に、学生のプログラミング能力を、測る大会だと言いましたんですけど、実は筑波大学がもう、2013年から一生懸命 ICPC に、参加しています。ですので、まあ、この授業の中でプログラミングチャレンジをやって、あ、これ楽しいとか、これ面白いと思っている人がいれば、ぜひ、ICPC の参加も検討してください。毎年、6万人ぐらい、まあ、すみません、5万人ぐらいの学生が、世界中の学生が参加しています。筑波の学生も、なんか、2013年から、世界大会まで5回ほど選抜されたんですね。こんな感じです。この上に見てる写真が、2年前の中国、ベイジンの世界大会でした。世界大会では300の大学、すみません、120ぐらいの大学から300人程度の学生が参加しています。で、ICPC に参加している学生は、まあ、正規生誰でも、なんか情報科学類の学生に限らず、なんか、数学類の学生も参加したこともありますし、メディア創生の学生も参加したこともありますし、ですので、ここに興味がありましたら、まあ、友達3人チームを組んで連絡してください。スケジュールとしては、まあ、例年が、国内大会が、7月です。で、国内大会にいい成績が得られたチームが、日本地区大会、これはよく10月にあります。日本地区大会が、まあ、今年はちょっと流れが違うんですが、日本地区大会で、いい成績が得られたチームが、アジア地区大会。それは、12月にやる予定でしたですね。で、アジア地区大会に選抜されたチームが世界大会。それは、翌年の4月でよくなる。ただし、まあ、今年は、なんかその、コロナウイルスの関係で、このスケジュールが遅れる可能性がありますが、まあ、それはもっと練習時間があると考えれば、っていうことですね。まあ、興味がある方は、ぜひ、聞いてください。では、授業の紹介はここまでですので、次のビデオでは、まあ、もう少し授業のシステムで、まあ、どういうふうに、評価を行うとか、どういうふうに課題の提出をどうすればいいのか、もう少し具体的にその授業の仕組みがを説明します。ぜひ見てください。